伊藤文吉12月15日から1951年11月25日は日本の実業家、家族、貴族院男爵議員、初代内閣総理大臣、伊藤博文の実施。伊藤家に行儀見習いに来ていた多摩出身の女性との間にできた今外死で当初は白文の5歳の兄である木大草風郎の長男として育てられたが、後に戸籍上、 伊藤の養子となる。旧制山口県立豊浦中学校、山口高等学校を卒業。1908年東京帝国大学法科、大学法律科を卒業し、農商務省の商工局に勤務、文館高等試験を経て、翌年三輪事務官県農商務所機関となり、1910年、休職し、都営。農商務省三次官、同三輪局所機関、 外務書機関、内閣総理大臣秘書官、軍事省顧問、相川義介が創立した日本産業取締役、日本工業社長などを務めた。1906年に分家し、父、白文の勲功により1909年11月1日に男爵を助爵。1922年3月、貴族院議員補欠選挙で男爵議員に当選し、 厚生会に所属し1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。1953年に日産火災が文吉の芝公園3丁目の邸宅を譲り受け、文吉の画号、春光から春光会館と名付け、増改築して会社の迎賓館として使用している。また、同社を含め、日本工業元エネオスホールディングス、日立製作所、 日産自動車など、日産コンツェルンの流れを組む多くの企業131社によって、春高今和会が結成されている。昭和14年10月16日には、朝鮮ホテルで伊藤を暗殺した、安重根の息子、安斗夫と面会し、死んだ父の罪を私が食罪して、全力で報告の最善を尽くしたいと謝罪を受けた。妻は、桂太郎のご女、妻子。娘は、 大阪医科大学学長の佐田義彦の4、男と結婚している。長男の伊藤敏夫は、東京大学法学部卒業後、日産自動車に勤務し、男爵、白根松助次女を妻とした。ありがとうございます。